高須勝也、N 国党立花隆史に批判連発。先日 NHK から国民を守る党の立花隆史さんがマツコデラックスに突撃したことについて、高須委員長がツイッターにて次のような発言をいたしました。N 国党の立花隆史さん、こんなマな人やったんかいな、失望なう。失望しました。僕には立花さんが NHK くらい暴力的に見えます。 N 国の政党助成金も我々の税金です。払いたくない人の金も混ざっています。同じ穴の無事なです。僕は建設を前提とした破壊とイノベーションが好きです。投票はしませんでしたが、心情は N 国党の支持者でもありました。松子さんを罵っている立花さんの動画を見てから、松子さんの考えに傾きつつあります。残念であります。僕は、 これは暴力だと思います。いじめの先導をしているようにも見えます。失望した僕の感性は変ですか営業妨害だと思います。僕の一番嫌いな建設なき破壊行為です。失望しました。僕が立花党の立花党首なら、松子さんのご意見は理解しました。これからの僕たちの活動を見ていてください。 僕たちの支持者が賢明だったと証明してみせますとコメントを出します。異なる意見の持ち主の,持ち主の意見を封殺しないのが民主主義です。N 国党は民主主義政党ではないのかな僕は正式に抗議し、法に則っ,って戦います。仕事場に行って営業妨害なんかしません。一緒にしないでください。僕は法に則っ,って抗議します。ゲリラは嫌いです。 政治家の行動に賛同できなければ、有権者の支持を失うのは自然な流れです。企業権を守ります。シウマーイ弁当なうとなっておりまして。こちら、今回の騒動について調べてみましたところ、N 国党や立花さんの知事者からも批判が出てしまっております。このように、高須委員長のように税金をもらって何をやってるんだと、 感じている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか立花さんには国会議員として政党の代表として品位のある言動を保っていただきこれ以上国民を失望させないように注意していただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました